片手には世間あの頃じゃない。島田の渋谷かなんか繁華街やってるらしいぜ、連鎖バリない。パリピが暴れトラックをドン、知ってる間にリックレットボー。あの頃の衝動思い出し行動、小学生かよって言わせておけよ。マシガキみたいな連中よりもまっすぐなガキの方が楽しいだろ。小馬鹿にして女を漁り、目線は泳ぎ右に左、上手引っ掛けてせせらのワンダイ。明かした朝に歌詞はあったのかい。投げかけた急にアンサーはないなら、たむけに歌お前のアラバイ。元をたどるなら収穫祭、なるに現代じゃ形骸化。これが若者が命を通して戦争で未来を守った喧嘩か。嘆かわしい嘆かわしい、そんな面白くもない若気の怒り。絶対何かを勘違いしてるけど、あえてそこは何も言わない。人の振りを見て我が振り直せで、過ち反省できたらいいね。渋谷巻き込んだ身内乗り、他人からしたらマジで基地。その上でゴミも大量に放置も、コスプレ終わりも知らんぷり。この世で大切なのは倫理観、ゴミはゴミ箱へがまずは大事じゃん。先生じゃないがしっかり指導しにやるから、耳かっぽじって聞けよ。ゴミはゴミ箱へ、開けたら閉めろ。赤は止まれ、青慎重に進め。自分の時間を安売りするな、自分の情報を人に握らせるな。最後に大事なことを教えるが、腹にはコスプレイ。